さあ、おはようございます。今日はノーマル通り散歩。やっぱこのノーマル通り散歩が安定感ある、安定感あるよね。これやっぱりフォーマットとしての我ながら完成感を感じるけど、いろいろ楽ですよ。ただただやっぱ両手がね自由っていうところがすごいでかい。自分としてはもう本当ただ歩いてるだけっていう感じで、この取れるのがでかいですけど、いやでも正直この鳥散歩が公開されるかどうかもわからん、いつ公開されるかっていうか、なんかそのなんつうの、遅延で今のなんか昨日の撮った360度 VR 散歩がもういつ公開できるんだか分かんない状態だから、なんかその日に公開できないとまた毎日撮っちゃうと、なんかそのうちお蔵入りになるんじゃないかという心配もあるんですけど、いけるのかなっていう感じになってますね。もうね、ただね、なんかだから今日はねいいかなと、一瞬撮らないでもいいかなと思ったんだけど、どうしても言いたいことが一つあったんで、それだけは言っておきたいと思って、今日もしかしたら帰りの踊り散歩はないかもしれない。帰りねちょっとウーバーで帰るかもしれない。なんか荷物がねちょっと大物荷物が会社に届いちゃって、帰り持って帰る、手で持って帰れない、持って帰れなくもないんだけど、また腰痛くなるのも嫌だから、もうウーバーで運んじゃおうかなと思ってる案件が1個あって、まあ、ちょっとそのうちメインチャンネルでレビューしたいと思いますけど、みんなが気になるあれなんでね、ちょっとやりますけど、ただ、その前に、これはだから息分だけね取っておこうかなと。なんかうるさいなあそこうるさいな警察だよなと思って、自分でも。別にみんなさお仕事してるんだからさ、文句言われる筋合いじゃないのに、昨日のあのメインチャンネルの動画撮っててもさ、もうなんかみんなうるさいなとみたいな工事うるさいなみたいな感じになってたんだけど、それはそれで失礼な話だよね。まただけど本当このエリアの周りがねもう再開発地域すぎてね、ちょっと家の隣とかも本当にもう激しい工事が連日続いてるからね、まあ家の中入っちゃってたら何にも聞こえないから、まあ、全然問題ないんですけど、家の周り出るとねすごい騒がしいんですよね。でも DJI マイクは本当に優秀っていうか、あの DJI のフレキシブルマイクを僕は激推ししてますけど、まあそんなにね別にマイクに対して僕も詳しいわけじゃなくて、偶然見つけた中で結構愛用しちゃってるけど、やっぱあれはね神マイクだと思うの。みんなあの良さ分かって本当に、使ってるあれの良さはね、あ、機種って音の良さではないんですよ。音はもちろんね、いくらでもあんな、DJI のフレキシブルマイクよりも音のいいマイクは、もう腐るほどあるっていうか、別にあれ、あれでしょ、音の良さランクで言ったら、ゲのゲぐらいだと思うんだけど、あれがすごいところは、まあでも音はきちんと取ってくれて、で、すごいところは、指向性というか、指向性はないんですよね、無指向性だから。あのマイクの、なんかあのホワホワの中心から、どの方向でも音を取ってくれて、まあ無指向性なのまず使いやすいですよね。大体あのショットガンマイクとかカーディオイドとかって言って前方に向かって指向性が向いてるから、1個ね僕はいつもロードのやつ、ビデオマイクロとか使わない理由の一つは、結構自撮りじゃなくて後ろから話しかけるときが多いんだけど、後ろから話しかけると音が拾わないっていうか、
後ろからの音を拾わないように設計されてるから、なんかわざわざマイクをさ、あの頭をフリップさせて、なんか後ろから喋るとき用と自撮りするとき用でマイクの向き変えたりするのが、まあそこを簡単にくるくるできるような、なんかこうリグみたいなのも試したりはしたんだけど、やっぱりそういうね、そういうギミックが1個でも増えるといきなり撮影がめんどくさくなるから、あれがないっていう、指向性がないっていうところ、無指向性なのがまず1個非常に使いやすいんだけど、まあ、それ以上にあとはまあもちろんそのビヨンビヨンした材質がいい具合に本体から離れて出るから、レンズの駆動音が乗りにくいとか、あとレンズの駆動音ってみんなあの音で、音の大きさでガガ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 ガっていうあの音の大きさを拾ってると思ってるけど、結構あの本体からの振動でマイクに伝わってるところが大きいから、本当にああいうビヨンビヨンした素材で、その吸収、あの振動をなんつうの吸収するというか逃がしてくれる、構造はすごいでかいと思うんですよね。あれがどこまで意図して作ってるのか知らないけど、非常に賢い。だから、マイク直差しでもっとちっちゃいね、マイクの頭だけのやつとかもいっぱいあるんだけど、やっぱあのビヨンビヨン構造が結構ね、なんつうんですかね、あのショックマウント代わりとしてね、まあ機能してると思うんですよね。だからそこら辺もね非常に、使いやすいでしょ。で何せ最後に一番僕が言いたいもう最大のメリットはやっぱりね、なんで減衰力っていうんですか、その音を拾う距離が、非常に短い、あの1メートルぐらい、1メートルもないんじゃないかな、あのモフモフの中心から、まあ、半径1メートル弱ぐらいの、まあ、距離の声しか、まあ、拾わないみたいな感じにできてて、50センチぐらいかもしれないけど、かなり近くにいるとしっかり音を拾うんだけど、もう1メートル2メートル離れたらなんかすごいちっちゃい音にが減衰して、聞こえるんで、昨日のとかもうるさいうるさいで、工事うるさいとか言いながら僕撮影してたんですけど、結構結局うるさい状態で撮ってても、意外と後で編集したの聞いてみると、まあうるさいんだけど、なんか僕の声が全く聞こえないほどうるさいかっていうと、現場にいる本人は自分の声が聞こえないぐらいうるさいと思ってるんだけど、意外と見てみるとちゃんと自分の声を拾ってるのは、やっぱそのマイクのね減衰力がね素晴らしいんですよね。だから本当イベントとかでもピンマイクとか使わないと、インタビュー取れないような、なんかあるじゃないですか、この間の WWC じゃなくて GDC とかみたいなやつにしてもそうですけど、ああいう会場で今までだと普通にマイク持っていくと、まあ、大体音取れないから、なんか別撮りしたりとか、なんかいろいろ駆使しないと大抵うまくいかなかったんだけど、なんかね、DJI のあのもうフレキシブルマイクさえ使っちゃえば結構撮れる。結構ね、もう他のマイクいらないっすよね。で、あの良さをさ、みんな分かってないっていうかさ、なんか音がいいいいと思って買ってるとなんか違うんだよなと思いつつ、その本当の良さというか特性を理解してほしいなと。じゃないと本当他にね、なんか結構唯一無二、今のところね僕の中ではね、同じような特性でもっとコンパクトなやつとかも探したいんだけど、何せ減衰力がある、マイクってなかなかないから、で下手にコンデンサーマイクとかになっちゃうと逆にもう感度良すぎてすげえ遠くの音も綺麗に取っちゃうから、本当に野外で使う時とかはすごい使いにくいんだけど、あれはね本当にあれ多分ダイナミックマイク的な作りなんだと思うんだけど、そこら辺の使い勝手がさ、もう本当になんかインタビューマイクとかピンマイクとかいらずで、ああいう騒がしいところにガンガン振り回して持ってって、イベントとかでも
人混みでも持ってって、自分の声とか、まあ、近くにいる人の声がきちんと取れるっていう意味では素晴らしいですよね。でそこに来てやっぱりあの88の超広角、レンズだとさらに人に寄れるから、それ寄れるってことはそれだけ近くで声が取れるってことなんで、本当にうるさいところとかでも、なんかドアップにならずに近づけたりするんで、やっぱあのコンビネーションが最強だと思ってたところに、パナソニックがまさかのあの88で僕が購入当初に GH5 とあの88のパナライカを購入当初に実験して指摘したあの周辺がグワングワンする問題ね、あれ速攻パナソニックにお問い合わせ窓口にフィードバックで実証動画と合わせて、以前にね買った当初フィードバックしたネタを出してたと思うんですけど、まさかでその時はねもうこれは仕様ですとか言われて、結構せつなくもうこれはそういう設計で修正は難しいというかそういうもんだと思ってくださいみたいな返事がパナソニックから来たんですけど、まあ、丁寧な返事が来たんですけど、まさかね、今月末のアップデート、ファームアップデートで、来週出るらしいんですけど、そこでねその88の歪みが軽減するっていう紙アップデートが来るらしい。あれどう見てもさ、ちょっと僕の、まあ、どのくらいの人が同じようなフィードバックしたのか知んないけど、まあでもあんな使い方そうそうなんかしないだろうから、あのちょっと僕の功績をみんなあれで一気にさ GH5 で88のレンズ流行っちゃうんじゃないのっていう、俺ちょっともうここはどやしてもいいでしょっていう気分になってますよ。あれしようかな、ポッドキャストで散々どやろうかなっていうぐらい、あれはね紙アップで、まあどのくらいまだそれが改善されるか分かんないから何とも言えないけど、まあでも今もでも言ってもそんなに気にならないように、なんか使い方がね、まあ、こういうところをさガンガン歩手持ちで歩くとかいうことしなければそもそもそんなに気にならないんで、まあ最近はそんなに気にせず使ってるんだけど、でもそれが低減するっていうのはもうちょっと偉大なんで、もうパナソニックグッジョブすぎるわと思って、この在庫がない某社とこの紙アップデートしてくれる P 社とのこの僕に対しての差ね、運命すら感じてしまうようなこの対応にねちょっと心がときめいてる感じですよ。本当になんか足音がこういうところ360度動画だと面白いんだけど、後ろからねカチカチ足音が、でかいワンコが、そんなでかくなかったけど足音が近づいてたら犬でした。なかなかスピーカー抜き出しスピーカー散歩になってるからちょっと距離を置かないと。そう、それと、あ、そうそう、それで、それ別に僕フレキシブルマイクに対してすげえこんな熱く語る気はもう本当に毎回さ、ノーアイディアでただ頭に浮かぶことをただ口に出してるだけだから、本当に何のこうプランもなく思わず DJI マイクについて熱く語ってしまいましたけど、僕が今日言いたかったのはそこじゃなくて GoPro Fusion ですよ。 GoPro Fusion の360度散歩動画昨日撮ったんですけど、行きが17分50秒、帰りが25分何十秒とかその感じ、まあ20分前後の、行きも帰りも20分前後の動画を、GoPro Fusion こうやって手持ちしてね、スティック上手持ちしてただただ撮って、ドリ散歩するっていう、動画撮ったんですよ。でまあ僕の作戦としては昨日もそのドリ散歩の中でも言ってたんで VR の中でも言ってたんですけど、
まあ何せ GoPro Fusion の編集コストがすげえ高いっていうか、まずね、あの GoPro Fusion って本体の中で360度動画を作ってるわけじゃなくて、あれってもうなんかわかんないけど、もうほとんど多分 GoPro を2個あの背中合わせにくっつけて2個1にして360度カメラにしたみたいな多分作りなんですよ。あの本当にそれをやってるわけじゃないんだけど、内部的にはねもうそんなような構造になってて、まあ、実際ファームアップデートも2分の1とか2分の2とかなってて、なんかどう見ても1個1個のカメラをファームアップデートしてんだろうみたいな感じの、まあ、ステップでこうファームウェアが変わってたんだけど、でそれをなんか SD カードも2枚挿して撮影してて、でだから本体に録画されてるのは1個1個の GoPro がっていうか、まあ、2個のカメラのそれぞれの超魚眼映像がそれぞれのカメラに収録されていて、それをね後処理でねスティッチングとかね、そのなんていうの球体映像とか360度の映像に加工するんですよ。でモバイルでやるにしても何にしても、その読み込み時に専用のソフトがあって、その専用のソフトを使って取り込み時に同時にこうその360度画像を作るみたいな処理が行われるんですけど、これがさもうなんか殺人的に処理が重いっていうか、多分モバイルとかでやればすごいこうもう解像度とかその時点で取り込みながらもう一気に解像度下げて、しかもその処理も簡易的にして、まあ、クオリティよりもポータビリティ重視で多分処理するみたいなモードで動くから、まあそれでもそこそこの時間でかけてやるんだと思うんだけど、まあちょっとあんまりやったことないんでモバイルではないんだけど、 PC でやるときはさ、まずGoPro Fusion USB-C で PC に接続してマスストレージ見れるようにして、で専用のソフト立ち上げて取り込むんですよね。で昨日懸念してたのは、1個懸念してたのは、ないせその前提としてはもう編集はすげえ時間かかるから、これをやってると本当にドリ散歩のワークフローでは無理だと思って、その専用ソフトで取り込むときにもう一気にあのもうそのまま YouTube に出しちゃうような、もうカットとかトリムとかもせずに音声も加工せずにもうそのまんまの素材で YouTube に出しちゃうみたいなワークフローでやろうかなと思ってて、まあドリ散歩だったら基本編集してないから取って出しでいけるからいけるだろうと思ってそれやろうとしたんですよね。昨日懸念はあの取り込んだファイル見てて気づいたんですけど、結構あの GoPro ってその10分おきぐらいにっていうか多分4ギガ制限かなんかでファイルが分割されちゃうから、もしかしたらあの取り込む時もその分割制限した状態、分割された360度動画が仮に1本の超長撮りしたとしても、そのファイルで分割されたサイズで動画ファイルが作られちゃうんじゃないかなっていう心配があって、それだともうすでにそれを1個に連結するっていう作業が必要になるからめんどくさいなと思ってたんですけど、そこに関してはどうも取り込み時に、全部それはさすがに1個にしてくれるんで、そこは問題ない、そこは問題ないんだけど、最大の問題はその取り込みして、360度動画にスティッチングっていうんですか、その、2つのカメラの動画を合成するっていう処理がね、これがねやばいほど殺人的に時間かかる。どうした？やっぱりあの犬もブーステッドボードを反応するタイプの犬だったのか。今通りすがったブーステッドボードにめっちゃ吠えてる。よかった、 僕だけが相性悪いわけじゃなくて、やっぱりあのブーステッドボードのモーター音に対してすごい嫌悪感を感じる種類の犬がいるってことだな。めっちゃ吠えてた。ということで、それがねもう本当僕のねご自慢の18コアジオンマシンでもね、本当20分20分の動画だったらもう一晩かかるレベル、片一個の動画だけでも、もう寝てる間にだってさ8時9時ぐらいに帰ってきて取り込み開始して12時とかの段階でまだ半分いってなかったからね、もう5時間6時間かかるレベルなんじゃないかな。で
しかもね、その間 CPU の18コア全部、18コア36スレッドがね、ほぼ 100%、 あの CPU100% 使ってる状態なんて、あの G-ON でほとんど見たことないんだけど、いや、よくもまあそんだけマルチコア対応してるなっていうぐらい綺麗に全てのコアの処理がマックスになってて、あれだと他の作業が支障でいるぐらい、ちょっとあのモンスターマシンを持ってしても、ちょっとそのスティッチング中は PC 重いなって感じちゃうぐらい処理が重いんで、あれはちょっと専用のマシンにやらせないと無理かも。なんだろう、あれ本当に CPU 全部使ってんのかなっていうぐらい、ちょっと怪しいぐらいなんだけど、なんか実はビジーな、なんかタスクだけがこう空回りしてて CPU の負荷だけ上がってんだけど、本当に処理してんのかっていう気もしないんだけど、してんのかな。あれ僕のマシンであんだけ時間かかってたらもう普通に編集できないと思うんだけど、逆に怖がりすぎて遅くなってんじゃないかぐらいな、不思議なぐらい時間かかってて、ちょっとね、今日もだからようやく朝起きたらその2本の動画が取り込み&スティッチング終わってて、で YouTube にアップロードを仕掛けて、1本目だけ仕掛けて今会社来たんだけど、でそのもう一つの罠はそのGoPro Fusion の取り込みソフトウェアに編集する用の素材を作るエンコードプリセットとか、 Vimeo に上げるよとか YouTube に上げるよとか、そのプリセットがあるんですよ。あのどの状態で動画を作り出しますかみたいな、でそれをね YouTube っていうのがもうプリセットさすがにあって、これで書き出したら YouTube でアップロードするときにもうベストの画質でいけるよっていうことなんだと思うんですけど、そのモードでね書き出すとね、20分の動画がだいたいね70ギガぐらいな1本70ギガレベル、片道70、80ギガレベルだから、なんか昨日は17分と25分だから65ギガと85ギガぐらいなファイルが2つできて、もう昨日だけで150ギガぐらいですよ。そのアップロードするための最終素材がですよ、中間素材じゃなくて。これを毎日やってたらまあちょっとね、ストレージはいいとしてもね、アップロードが、で今片道65ギガのやつ上げてるけど、うちの回線で65ギガ上げるのに何時間かかるんだって感じだから、でまた上げてる間結構家の回線圧迫されるから、ちょっと今の環境的に360度動画厳しいんじゃないかなと思って、今このドリ散歩をこうデイリー360度にするのは、みんなが評判が良ければとかいろいろ言ってたんですけど、ちょっと評判どころか自分の環境的にまだちょっと難しいんじゃないかなと。そんだけ苦労してもさ、出来上がって見た映像はさ、まあ言ったってどう見てもこの 4K2D 撮り散歩の方が綺麗なわけでしょ。もちろんそのオキラス GO とかで見た時には臨場感出せるけど、純粋な解像度感で言ったら、4K 動画の方が明らかに綺麗なわけで、ちょっとそこら辺のバランスを考えるとね、まあ、皆さんの反応次第ですけど、 VR 散歩の方がビューが倍ぐらいあるとかそういうのだったらまた考えますけど、まあでもオキラス GO で見る人の数なんて100分の1以下になるだろうから、まあ 1% もいたらっていう感じだろうから、どうだろうなっていう感じはしている。まあ何せね、でかいわデータが、まだまだですよ本当に。これが本格的に動くためには 8K とかさ、もう360度で、なんか今の 4K 並みに解像度感出そうと思ったら多分 8K でも足りなくて、ほんと 16K とかそういうのが必要な世界になってくると思うんで、ちょっとデータの量とか処理速度とか考えると気が遠くなりますよね。いける気がしないっていう感じ。
まだまだ技術のパフォーマンスの、人類はパフォーマンスにまだまだ満足できませんね。はるかに CPU なりストレージなりネットワークなり待機が必要だから、もうもっともっと PC が速くなることを期待したいっていう感じですよ。しかし本当にあの 100% 使い切ってあの時間はね、すごいわ。もう完全に GoPro Fusion 専用マシンが必要だな。専用マシンと、もうここまで言うと専用マシンと専用回線が必要なレベル。ただその取っ手出しで一気に YouTube に上げるための動画が読み込み時、取り込み時に作れるっていうことは分かったから、結構その撮ってしまえばまああとは待つだけっていう感じなんだけど、その編集のワークフローはかなり削れるから、まあ、やれなきゃないし、まあなかなかこういうこのぐらい敷居が高い状況だから、 VR 動画を作るっていう人はなかなかこうやる気があっても作れないだろうから、まあそういう意味ではね、いろいろ作っておくといいのかなっていう気もするんだけど、まあ PC だな、真面目に2代目 PC 考えたいな。あともしかしたらね、 USB のね、 USB-C の転送速度が立足してる可能性もあるなと思ってて、まあ、CPU フルに使ってるからそんなこともないとも思うんだけど、まあないか、あれ一回取り込んでからの処理だからな、まあ、ないか。ちょっともしかしたら転送が USB-C 経由の、まださあのサンダーボルト、まあでもサンダーボルトと USB-C 違うもんな、まあ、ちょっと分かんないんだけど、ちょっといろいろそこら辺も環境もあるかなとは思ってたんですけど、あんまり関係ない気がしてきたな。ということで、まあ、なんとかその話ができたんで、ちょ帰りもしかしたら、Uber で帰っちゃうかもしれませんが、そんなこんなのドリ散歩でした。ではでは。到着。帰り荷物持ってこうと思ったんだけど、思ったよりでかかったんで諦めた。Uber で持って帰るっていうことも考えたんだけど、多分明日車を修理に出しつつ、車で会社に来ることになりそうだから明日持って帰ろうかな。どうせ今日騒がしいの、どうせ今日開封はできないと思うんで、週末ネタにしたいし、明日にしようということで、今日は明るい自分からも早々にお帰りします。ようやく、なんかね、 US3 連休だから、月ん日月ん何日月、土日月って3連休で、もうなんか今日ぐらいから結構人が少なかったけど、まあ明日もね、本当は休めれば休みたかったんだけど、ちょっと時差ボケ調整日1日欲しいぐらいなんだけど、まあ明日は半分ぐらいでちょっと来週に備えたいからね。来週がまた忙しそうだからね、もうちょっと今から気が重いんだけど、その分なんとか今のうちに体力を稼いでおきたいという、そういう狙いね。いいな、あのなんかキックボード乗りたいな、電動キックボード。ちょっとそろそろキックボードぐらいは乗れるぐらいの体力に、まだ厳しいかな。ちょっとなんかあった時にバランス崩してこけた時とかになんか体重支えられないといけないからな。ちょっと焦らず、ブーステッドボードもいい加減乗りたいけど焦らずに行きたいかな。もう本当に治んのかな。
これ治んのかなとか言ってるうちはなんかいつまでも痛いんだよねきっとね。ほんと忘れた頃に気づくとこう腰痛とかってもうあれ気づいたらあれそういえば痛くなくなってたみたいな、そういう感じになるよね。そういえば松尾さんがマジで GoPro 買って、松尾サイクログがちょっとねようやくもう松尾サイクログの進化がすごくて、松尾さんの YouTube チャンネルをぜひもしまだチェックしてない、このドリ散歩好きの人だったら松尾サイクログも絶対面白いと思うんだけど、松尾さんね、僕のポッドキャストの相棒の松尾さんが、最近なぜか自転車版ドリ散歩みたいな感じで、アクションカーもそうだ、格安アクションカーも手に入れたのがきっかけで、今なんか毎日自転車散歩というか自転車ドライブ動画を上げてるんですけど、それがねもう進化がすごい、音の別撮りとかいう次元じゃなくて、なんかもうね、ヘッドアップディスプレイ的な、スピード計とか高度計とかなんか GPS の情報が全部こう今どこを走ってるかが分かる感じになりつつなんか見えるみたいな、めっちゃ進化してて、それをすごいんだけど、まあ何せね映像がねしょぼいっていう一応 4K で撮ってるんだけど、もうなんかそこまでいくとバランスが悪くて、なんかその格安アクションカーもなんか5000円だか8000円だかで買ってて、まあそれにしてみたら 4K も撮れるし結構頑張ってるのはそれは認めるんだけど、まあやっぱりねどこまで行っても GoPro とは違うよっていう感じで、クオリティが違うよっていう話をしてて、もう松尾さんここまで続くんだったら、ここまで続くしなんかモチベーション維持できてんだったらもう GoPro 買うべきでしょっていう話をこの間もしてたら、なんとねもうついに結構決断早かった松尾さん、もう買ってで今日もう撮ったみたいね。さっきマストドン、グルドン見てたらなんか今までの努力が何だったんだってぐらいよく撮れてたとか言ってたから、いやよかったよかったと思って、あとそうね手ブレがやっぱりね、自転車の振動ブレがねひどくてね、やっぱりちょっと見るのにね辛かったんだけど、それが改善されて、かなりいい感じになってたんで、これはね楽しみですよ本当に。なのでね、早く公開が待ち遠しいんだけど、ちょっとこれでドリさん目の肥えたドリ散歩リスナーの皆、目の肥えた、きっとこの画質にうるさいドリ散歩リスナーの皆さんでも、満足できる。あとはあれだね、松尾さんもダヴィンチも使ってるから、ちょっと僕の秘伝のからぐれ、タレを教えて色味をさらにちょっと派手めにしてもらってみたいな感じにすれば、きっとこの散歩とサイクルのこの2大ぼやきコンテンツが実現するっていうね、これなかなかね。あとはあれかな、最終的にはあれだよね、カルマグリップを、ちゃんと装着した上でのもうなんか松尾さんのカルマグリップ沼が見えてるっていうか、あれかな、ライダー M を次の出張の時に1個贈呈すればいいかな。ライダー M の方がわかんない、ちょっとライダー M の方が、わこれひどいな、あジャイアンツ試合なんだ今日。ライダー M の方が自転車のマウントはしやすいかな。でもカルマグリップの方が安定感はありそう、やっぱりモビロンバンド止めがねどこまでも自転車の振動とかだと吸収できないかもしれないからな。まあカルマグリップを、まあ、僕もカルマグリップ何気に2個持ってるんですけどねカルマグリップマウントが一番いい気はするな。まあこれで松尾さんの
モチベーションがさらに上がったらきっとカルマグリップも買うんじゃないかな。カルマグリップ安くなってないのかな。 GoPro はねじわじわなんか値下げしてる感じがあるけど。いやそんでさ、そうあの VR 動画VR 散歩の動画まだなんかあの全然家でアップロードしっぱなしで、家出てきちゃったけど全然まだねあの公開される兆しがない。多分アップロード自体は終わってると思うんだけど、わこれはどっちから行くべきかな。わすごいなこれ、アップロード自体は終わってるんだけどどうもあのサーバー側の処理がアップロード自体がこけてる可能性はあるけどね。でも普通に考えるとアップロード終わってサーバー側のエンコード処理が終わってないでまだ公開状態になってないっていう状況が続いてるっぽい。まああんな60ギガとか70ギガぐらいあるデータを再エンコしないといけないし、しかもそれ360度動画だから、まあ処理はね。なんだこれは、卒業式か、試合じゃなくてなんか卒業式だね、大学の。はい、なのでね、何大学なんだそれを、それが終わんないからさ、このドリ散歩が先に公開されちゃうかもね、もしかしたら。しかしGoPro、YouTube で、朝も言いましたけど、YouTube 向けの GoPro の YouTube 向けの動画のエンコードにシネフォームを使ってるっていう、H.264 を使わずにシネフォームでエンコードしたやつがアップロードされる感じになってるんだけど、何やっぱシネフォームにした方がいいの？どうなんだろうか。もしかして僕の YouTube ももうシネフォーム圧縮でアップロードした方がいいのかな。そしたら確かにビットレートの制限なくなるけど、でも上り回線が耐えられないよな。あれしようかな、メインチャンネルはまあ10分程度と考えてシネフォーム化するのは意外とありかもしれないなって。やっぱり GoPro 的には YouTube に最強画質を出すための調整をしてくれてるわけでしょ。それでシネフォーム使ってるから。でもビットレートもね80メガ BPS ぐらいで上げてた気がする、あのエンコードされてたから。そう考えると H.264 でも大して変わんないんだよね。あシネフォーム化する、それなんか気づいてなかったな。気づいてなかったけど YouTube 画質を上げるためには、だって今60メガ BPS でメインの H.264 で圧縮してるけど、いっそシネフォームで、80メガ BPS ぐらいでエンコした方がブロックノイズとかも全部消えるしね。あいいかもね。ちょっと今日のメインチャンネルがもし更新できそうなら試してみようかな。今日ネタが取れ高ゼロ。わすげえすげえ、卒業生がここの大学はなんかすごいね、すごい卒業生の数だろうね、この人数がいるわけだから。うわすごいわ。あだからなんか朝発行に書いてあるな、カリフォルニア大学サンフランシスコステートって書いてあるけど、何大学だ、サンフランシスコステートユニバーシティ、サンフランシスコ大学なんだ。ここに書いてありますね、サンフランシスコ大学ってそもそもどこにキャンバスがあるんだ。すごいすごいことになってる。カリフォルニア大学はわかるけどサンフランシスコ大学、サンフランシスコ大学について教えて。 Google で、あ、サンフランシスコ大学は3カ所ぐらいキャンパスがあるのかな、
すごいわ。みんな、なぜかみんなすっげー走ってるけど、怖い怖い怖い。めっちゃ人がすごいけど。中もすごいことになってるよ。これ本当に見えるかな。うわ、すげえ人、半端じゃない。もうなんか野球場満席ぐらいに、野球場満席ぐらいに卒業生っていうか、卒業式に出席者がすごいな。満席って何万人入んのこれ。5万人ぐらい入んのこの球場。どんだけだ。卒業生だけでも相当な。あ、だからこの不思議な、あ、なんか音楽野球っぽくない、なんか音楽流してるなって。朝なんか予行練習みたいにしてましたよね。それの理由はこれだったのね。いやいやいや、すごいすごい。いや、そしてなんか風がすごい。卒業式の時期だからね、あれだけど、すごいね。結構な規模ですよ、ここでやるってことは。すごい人、野球よりすごい。あと、危ない、間違えた。このオレンジの柵の方の中行っちゃったら、なんかこの卒業式参加する人になっちゃう。危ない。人がすごいぞこれは。やばい。よし、今まだ絶賛やってる感じだったけどね。なんか終わっちゃうから早く行けよみたいな卒業生を中に入れ込んでる気がしたけど、しかしさ、 SFSU っていうの。お、やばい、野球の日よりもひどいわこれ。やばいね。結構な、もうなんか反対側行く我々がちょっとかなり虐げられてる感じ。これあれなってんのかな、歩行者天国なってんのかな、この線路一車線。こっち通っていいのかな。ここもなんかこの歩道歩くの辛いんですけどっていう、かなり。いや、これはすごいわ。渋滞もやばいけど、どっからみんな集まってんだか、すごいことになってんな。いやー、これはね、あそこでいつものなんかおはようございますエリアで動画撮ろうっつっても、これは今日は無理だな。半端ないっすよ。いや、ちょうどなんか今まだあそこで映像やってっから出してるから、本当に絶賛卒業式中なんだろうな。これだって卒業証書授与で終わんないんじゃないの。1日かかるでしょ、卒業生だけで何千人いるんだっていう。すごいな。いやー、なんとか抜けた。なんとかこの、なぜかみんな内側を歩いてくれるから、この海沿いの歩道がクリア。ここはなんかもう誰もいないから。あ、でもなんかシャンパンとかが、すげえ、シャンパンとかがもうなんか、一応ね、サンフランシスコってこう公共の場所でお酒飲んじゃいけないはずなんですよね。公園とかでも、ゴールデンゲートパークとかプレシディオとかのパークでも、オフィシャルにはっていうか、オフィシャルもアンオフィシャルもないんだけど、公共の公園とか公共の場で、お酒飲んじゃいけないんだよね。まあなんかあの大きい公園とかのバーベキューとかやるようなところはちょっと半ば暗黙の
なんか暗黙のルール的な感じで、まあちゃんとなんかこうあんま汚さない、ちゃんと持ち帰るとか大っぴらになんかせずに、ちょっと紙袋に、ワインとかだったらちゃんと紙袋で入れて、なんかあまりにもお酒してなければ、まあ、ちょっと飲んでも目くじら立てずにしといてやろうかみたいな雰囲気はあるけど、でも一応禁止はされているという認識ね。だからあんまりこういうところでも堂々と、まあ、言われてみれば確かになんか飲みながら、ワンカップ飲みながら千鳥足で歩いてるとかあんまり確かにないかな、うん、そこら辺結構厳しかったりするんで、なんかあんなところにシャンパンボトルが、さっきもちょっと映ってたかわかんないけど2本ぐらいシャンパンボトルが落ちてたのは結構珍しいかもしれない。でこの卒業生向けのプレゼントをこう露店で売るっていうねやつも結構いっぱいあったね。いやいやいや、すごいなこれ、すごいわ。みんなどこまで、駐車場が、この駐車場が野球場以外でいっぱいになってるっていう。ここも駐車場なのかね。このたまに、この間もなんかファッションショーやってたけど、このピア48も普段は駐車場で使ってるっぽいけど、どこで、あ、パーミットパーキングオンリーだから、なんか月額契約とかしてる人だけが入れるのかな。でもこれパーミットパーキングでさ、やってる割にはさ、どういう扱いなんだろうか。イベントの日とかは出ないといけないわけでしょ。月額で借りれるにはなんかあんまり使いにくいパーキングですよね。どちらかっていうとちゃんとオンラインでピンポイントで空いてる日に予約しとくとか、そういう感じなのかな。みんなそのまめにチェックしてるってこと。なんかパーミットインストラクションは電話しろって書いてあるから、やっぱり電話して借りるのかな。ここに書いてあるね、パーミットインクエリーズコールなんたらなんたら電話番号、そういうことなのかもしれないですね。いやいや、みんな結構もう駐車場遠くまで、これだ、駐車料金高いでしょ。今日いくらよ、1日いくらで止めんの今日は。どっかに書いてるんじゃない。基本1日料金にこっちはもうしちゃう感じだからね。どっかに、あそこら辺に出てないな。アーリーバード14ドルって書いてあるけど、あれ普段の早朝に来た人用の値段だから、多分この日の値段は倍とか3倍とかに跳ね上がってると思うんだけど、ジャイアンツの日とかもなんか普段15ドル、1日15ドルぐらいの駐車料金が80ドルとかまで上がったりするからね。もう足元の 見方が半端じゃないっていうか、完全に足元見て商売してるから、まあそれが商売だからあれなんですけど、別にいいんですけど、結構なね値上がりっぷりを発揮するんでね、どうなってんだろうね。おっと、この駐車場をさまようお兄さん的な、空港から来てる人もいるのかな。今 SFO のタグついて大きなスーツケースを引っ張ってたけど、どっかきっと違う州から卒業式を見に集まってきた親御さんとか、そういう感じかな。すごいね本当に、一大イベント盛り上がってます。とか言ってるうちに、しかしさ、このなんか曇った感じのこの灰色天気は、これ夏だからなのか、
今の時期が天気が悪いのか、わわわ、なんか車がすっげえ煙吐いてっけど、どうした？なんかあの車がなぜかあそこでエンストしている状態だけど、大丈夫なのか。一応普通に動いてるのか。危ない。来た来た。うわ、またすごいな、鼻が、鼻のお祝いが結構気合入ってますね。すごい盛り上がってる。なんか鼻のなんか菊的な鼻の匂いが通り過ぎたらふわっと来ましたけど、これ今日360撮っといた方が良かったんじゃないの。昨日よりもなんかよっぽど360度映え映えするコンテンツが今日の方が貴重だったけど、もう一回あのフュージョンで行って帰ってくる元気はないな。また来年の機会があれば。ちょっとさ、本当に360度動画はなんとかさ、あの、うわすごいわ渋滞が、これ今日車で行かないでよかったわ。これ今日車で行ったらマジ最悪でしょ。家帰れないもん。このほら見て、これうわ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 、危ない。これよかったわ。今なんかもうなんか渋滞を一言のように見るっていうよりはむしろゾッとするよね。あわゆくば今日俺自動車で行こうと、荷物も回収するために車で会社行こうかなって思ってただけに、そこでその判断してたらここの渋滞に巻き込まれて帰れなかったって思ったら、ちょっと今クラクラ来ちゃった。やばいよこれ、どうなってんの。そしてここにまた1台車が、どうなってんのこれ。なんか普段来ないようなところからやっぱり結構遠くから車が来てる感じがしますね。なんかあんまりサンフランシスコ市内に普段いないような改造車的な、もうね、なんか普段市内に住んでる人たちはみんなもうね、なんかエコカーみたいなのしか乗らないんですよね。改造とかしないですよね。ちょっとこう済ました感じみんな。だからちょっと南の方とか行くと車高としたスポーツカーとかいろいろあるんだけど、全然ね、市内はみんなもうね、あのノーマルで乗るのがかっこいいっていうか、もうなんかエコカー乗るのが基本みたいな感じになってて、ちょっと普段あんまりね、もう結構ほらこの車も車高落ちてるでしょ、なかなか今時見ない感じだけど。そしてここではなんか不思議なマンホールでいう重りを持った運動をしている人たちがいる。いやいやいや、この渋滞やばいね。これはここだっていうファンクショナルフィットネスエニウェイって書いてある。多分あれがあのマンホールの蓋でやってるフィットネスだな。すごいね、どこでも現れてここだって。日本語から来てんのかな、ここでやるんだみたいな、ここだみたいな感じなのかな。それとも全然違う言語だけどたまたまここだなのか、謎だけど。いや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 、これないでしょ。どうしちゃったのここ、どうやって渡ろうかっていう。これ渡るのも怖いな。ちょっとちゃんと手を上げないと、怖い怖い怖い。よいしょ、すごいわ、危なかった、ただただ危なかった、ゾッとした。いや、よかったね。やっぱ歩くの最強ですよ。もうほんと車いらんわ。
歩くか電動ビークル、電動ビークルで生活すべき。もうね、車はね破綻したね、どうしようって感じ。まあいらんっていうのも極論だけど、いるんだけどなかなか乗る場所をこう考えないと、痛い目を見る状況になってますね。やばいわてな感じで、じゃあ今日のドリ散歩はサンフランシスコ大学の卒業式の様子をお届けしました。偶然だけど、まあ、ちょっとね、いつもと違う映像になってよかったかな。もうなんか久々に見たらなんか新鮮味がないってコメントでちょっと膝がから崩れ落ちたけど、まだ毎日の中にはこういう変化もあるんで、そんなこと言わずにたまには見に来てやってくださいっていう感じですよ。ではでは、出てて。